じめまして。スタイルファクトリーララポート立川立飛店、7月の22日にオープンしました。こんにちは。こんにちは。今回は初めて のララ立チャンネルということで、まずお店の商品、お店の紹介 と商品の紹介からしていこうと思います。お願いします。お願いします。ではまず簡単にお店の紹介なんですけど、うちのスタイルファクトリーというお店は、暮らしを豊かに楽しく楽にするアイテムがいっぱいなのと、あと DIY をするコーナーもいっぱいあるお店です。で店内もね、スタッフがね手作りしてオープンまで一生懸命手作りした商品とアイテムがいっぱいなので、ぜひぜひそれも、ね、店内から全部ね商品あるんで見てほしいです。はい、じゃあまず初めに早速なんですけど、うちのお店の特徴である DIY からちょっとしていこうと思います。では箕輪さんお願いします。はい、くさび三段ラックセットでーす。じゃーん。くさび、これくさびって言うんですけど、くさびっていうのはすごい簡単に DIY ができるものなんですけど、工具がなくて、あと、難しいものじゃないので、お子様も女性の方もみんな誰でも簡単にできます。あと時間がすごく短くできるので、広いスペースとかね、お家だとなかなかないと思うんですけど、そういうところでも簡単にできます。あとあれか、引っ越しの時も多分すぐ解体できるので、そこの感じでセットキットがもうバラバラなんですけど、こんな感じですぐにできます。はい、では早速作ってみましょう。やってみます。お願いします。こちらのくさびラックは、さっき言ったんですけど、電動工具とかがいらないので、本当にこのくさびっていう木材と板とハンマー、ゴムハンマーとかがあれば簡単にできちゃいます。ほら、もうサクサクっと作ってくれてます。アメンジだし簡単。そう、最初は差し込むだけで、こんな感じでゆっくり差し込むだけで大丈夫です。最後に叩いていきます。お、完成ですね。おめでとうございます。まだね、1分2分ぐらいしか、すごい早い。ね、じゃあせっかく作ったので、お家に飾ったような感じでちょっとディスプレイしてもらおうと思います。じゃあお願いします。バナナケンピ、これスタッフの一押しです。あ、塗料もいいですね。今回は色塗ってないんですけど、塗料も売ってるので、いろんな色に塗ることができます。このアイアンペイントは塗るだけでサビが続いたような感じに塗れます。綺麗な色があります。種類がいっぱいですね。これは便利なんですけど、これすごいんです。こういうバナナケンピとか、一応ジップロックついてるんですけど、こうやってカシューナッツとかも 500g なので、 500g も食べないよっていう人は一気に食べないと思うので、っていう人はこの片手でね、開けたり閉めたりできる便利なグッズがあって、これこんな感じで開きます。なのでこの中に入れて、料理中とかキッチンに置いても、ここをねこうやってなんかつまんでね、料理中ね火使ってると目離せないんで、ちょこちょこね、ね、片手ね汚れたりするからいいです ね。こうやってねいっぱい食べちゃうっていう。今回はちょっと初のララタチチャンネルだったので、簡単な DIY をしてみました。
いかがでしたでしょうか。どうでしょうか。ではまた次回もぜひ、はい、ご覧になってください。店頭にお越しください。お待ちしてます。気軽に来てください。お待ちしてます。お待ちしてます。